語りはちょっといいです。分かりました。第2試合は早稲田大学と筑波大学の一戦です。白いユニフォーム、えんじのラインの入った早稲田と、それから上下水色ユニフォームの筑波の一戦ということでご案内をしていきます。ボール回しをしているのは筑波です。筑波ですが、今ボールを持ったのは9番の藤岡、スターターは4番のポク、5番川村、6番橋本、そして9番の藤岡、13番の谷村と入りました。一方の早稲田は11番の根岸、15番の本橋、18番関根、22番田村、そして25番勝也と入っています。ここまでがスターティング5です。パス回しを阻んでいきました13番の西村です。筑波の西村は184センチあります。早稲田は攻め込んできました。ボール回しをしている早稲田、今ボールを持ったのは関根、175センチあります。そしてインサイドが入ってきました。シュートを打ったのは桂。まずは早稲田2ポイントで幕開けということになりました。今度は筑波の方、藤岡、13番の谷村、184センチ、そしてシュートを狙ったのは橋本、スルーが決まりまして一投で逆転です。筑波早稲田としては昨年は3位、そして両者の対決、両校の対決は昨年2度ありましたが、2勝したのは早稲田。筑波としては昨年はリーグ戦では第6位、さらに上位を狙えなくてはいけないというこの大会です。川村、川村は安城学園の出身です。そして受けたのはノールックと藤岡、左に振っていきましたが、その後のプレーでこれはファウルがありました。スローインです。スローは藤岡、パス回しをする川村、伸びをして、その後ろにいたのはペクです。さあシュートが決まった後、ブロッキングの反則がありました。これはもうスローをもらいます。ペクは185センチあります。昨年のリバウンド王です。ここまでは筑波がリード、点を重ねていく。スリーだ、これは落ちます。もう一回ペクを使うか、いや、その前に割って入ったのは谷村です。谷村は184センチ、そして長身のペクを経由しまして、これは落ちます。フォローするのは早稲田本橋も昨年はアシスト王です。外側からスルーを割ってきた勝が2人に挟まれました。よく持ちこたえました早稲田、取り返した。
体をスッと入れて、これは難なくスティールをしました藤岡。ペク藤岡二人のやりパス回し、ペクサイズがある力強い、ボールが浮いている、やり直し、河村落とす、河村がうまく沈めまして、7点目が入っています筑波大学。ここで早稲田が前半最初のタイムアウトを使ってきます。昨年は3位の早稲田と昨年6位の筑波の一戦ですが、滑り出しは筑波が点差を広げています。それからこの試合の主審なんですが、主審ぬくいさん、副審は斉藤さんのお二人によるジャッジメントです。第64回関東大学女子バスケットボールリーグの一部リーグ、今日がこの開幕ということになりまして、その第2試合、早稲田と筑波の顔合わせです。ホーンに促されまして、タイムアウトは解けました早稲田。そして筑波の選手もまたコートに戻ってきます。やはりこのおなじみになりました心を一つにしてという、この右手をそーっと伸ばすというこのジェスチャーが各スポーツの種目でも一般的になってきました。早稲田スローイングで試合が再開です。15番は本橋、昨年のアシスト163センチです。本橋でもう1回渡す、桂からのボールでした。そしてインサイドに入ってきました、関根のトゥーが決まって、ようやく4点目が入っています。早稲田8対4です。個人技上にちょっと上げただけになりました、角度がつきませんでした。バウンドパスが決まっていい連携でした。最後決めたのはトーポイント、根岸は175センチあります。川村ペク、いや失礼、ペクではなくて藤岡でした。遠目から河村、落ちるところを拾ったのは早稲田、本橋から前の選手を託す、ノールックで後ろに託しましたけども、これはフェイスがありました。早稲田のファールがありまして、早稲田にファールをもらいました。ここはまたホイッスルです。掴んでしまったホールディングの反則がありました。どうしてもこの接触プレーの中でファールが出てしまうというのがこのバスケットです。ここで筑波が選手を変えてきました。8番の宮武が入ってきました。谷村との交代です。早稲田の方はバウンドパス、前には桂、もう一回その桂振り向きざま、非常に難しいところでしたけれども、フルに時間を使ってシュートを見逃ず、それでも早稲田6点を取っていまして、2点差まで追い上げてきました。レイアップが決まりました。さあ筑波2ポイントシュートを決めまして、10点目が入っています。先に2桁の得点の筑波、ちょっと昨年の大会とは、昨シーズンの大会とは随分、トラベリングです。インサイドに入っていこうというところでトラベリングのファールがありました。トラベリングの反則から今度はボールは筑波へ。玉村、入ってきたばかりの宮武を使って、もう一回川村にボールが戻ってくる。そして藤岡取り返して早稲田、
本橋落ちます。藤岡、川村から、これはあった、これはウォッシュアウト、得点とはなりません。トラベリングです。